アメリカ合衆国の女優。アメリカ合衆国のウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれる。ファッションデザイナーのケイト・スペードはおば。イリノイ州育ち。2012年にニューヨーク大学ティッシュスクール・オブ・ジアーツを卒業する。2009年頃から映画やテレビドラマに出演を重ねてゆく。2013年にネットフリックスのテレビドラマハウス・オブ・カード野・ヤ望の会談に、 1> 計1 9話の出演を果たし、2015年のエミー賞ゲスト女優賞にノミネートされる。また、共演者と共に全米映画俳優組合賞アンサンブル賞にノミネートされた。2016年にウディアレンが制作、監督、脚本、出演のアマゾンスタジオのテレビドラマ、ウディアレンの6つの危ない物語に、ウディアレン、マイリー・サイラスと共にメインキャストの一人として、 出演した。2017年からは、アマゾンのマーベラスミセス、メイゼルで主演を務め、第75回及び第76回、ゴールデングローブ賞女優賞及び第70回、エミー賞主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。